土砂崩れが起きた下北山村の国道です。消防によりますと、午後3時過ぎ、土砂の中からナンバープレートがついたバンパーとスペアタイヤが見つかりました。行方不明となっている70代男性の車の一部とみられます。今月23日の夜、下北山村の国道169号沿いの斜面が高さ40メートル、幅2、30メートルにわたって崩れました。 土のの中にに少なくとととも車1台がが埋ままってていいるとみられ、れ和歌山県に住む70代の男性と連絡が取れていません。この男性の車のナンバーと現場で見つかった車のナンバーが一致したということですが車体の上部は土砂を食い止める鉄骨で潰れていて車の中に人がいるかどうか現段階では分からないということで消防が捜索を続けています。